なくて経済経済って戦争経済のこと言ってるよねあのネタニヤフのこと言ってるんだよねあれねうんまあそういうことだよねうんともういっかまあ鉄の鉄の話がね鉄骨が落下とか出てきてるけどまあこれは近鉄にも当てはまりますからねうん あここに球団社長の何て言うのかなこれこの人高橋幸宏の「雪」が入ってますね谷村新司の「司」も入ってますねまあ司はねローマ教皇ともあれですけども一緒ですけども選手会長とかにも司が入ってますね、うん、司が入ってる人がよく亡くなってないですか モンタヨシノリなんていうのもなくなったとかいう話ですけどもねあれみんな阪神が勝ってダンシングオー,オールナイトするわけでしょ勝って喜ぶからねそのこと言ってるわけでしょうん。あの人出身どこだったかななんかなんかねモンタのやつもなんか関係してましたよなんかこの日本シリーズにね あそれからこのタイガースってタイでね、なんかあのテロかなんかありましたよね、タイガース、タイ、タイでもなんかありましたね。うん。ね、この神はね、メッシも辞めたんかな、なんかわからんけど、うーんと、村上宗隆も全然ダメでしょ。村神様の神って言ったね。 でこのハーンはね「また」っていうのがあるからね「また」2度目一緒まあこれはいつもだけど今年はね今年はあのー、あの天窓なんかが年始にやってるあのー、歌を読むやつね和歌を読むやつあれはね歌会始めっていうのが毎年あります。 そこでね、今年のあのお題目、これはね、友という字でした。友達の友ね。この友っていうのにね、このまた、またが、またが入ってんですよね、またね。うん、だから阪神、うん、これが優勝すると、もう完璧でしょ、これね。で、読まれた歌の中にもね、あの、横顔のキーワードとかね、横っていう字とかね、出てましたね。 黄色ってズバリは出てなかったと思うけどまあ半身を匂わせるようなワードが出てましたようん年宮愛子の歌なんかに出てたんじゃないかなこの、ね「また」ね友のこれには「また」が入りますからねうんまたっていうのは二度目っていうことですからねうんだってね分解しないと分かんないですね漢字とかね まあねあれも引っ掛けでしたね。天皇の歌引っ掛けでしたね。うん、完璧な引っ掛けでした。楽天が優勝するような感じだったり、ロッテが優勝するような感じだったり、そういうふうにも取れましたね。うん、年の宮愛子の横顔っていうのを見とけば、ね、完全にあの完璧でしたけどもね。うん 阪神、トランプでティーが入ってますよ。うん、それから、うん、トランプ、そうねトランプの時っていうのは自信が結構絡んでましたからね、日数ね。まあ、どの大統領でもね、アメリカの大統領でも自信にはちゃんと絡むように日数が設定されてますけど、お祝いですからね。 その時の時ね、うん、まあねあとすごい15日とすごいねちょっと悩んだんだけどね4日か15日あ4日か5日か11月4日か11月5日どっちになるんだろうなってちょっとねどっちもすごい数だから迷ったんだけど、まあ、どっちかといえば11月4日の方で決まるんじゃないかと思ってますね。 オリックスね。オリックスは、まあ、X 入ってるんだけどね。今年は10周年だから、X だからね。X の年だから。ねあの、ローマ表記、ローマ換算のあの、10番目でしょ、X はね。うん。だから、ツイッターあたりも名称変更10、10の X にしてたでしょ。ね。うん。ねオリックスも X だから。 まあちょっと簡単に考えればオリックス優勝かなと思うところなんだけど今年はちょっと違うみたいだね、うん、去年は26年ぶりだったと思うんだけどねこれエリザベスの26ですからね、うん、逆のことが起こったってことでしょうかねあれはね、うん、今年はもう一周期過ぎてますしね うん、ちょょっっと違った展開になるでしょうあそれから鳥取文子とかねあの久子の高円宮の久子の母親が亡くなったりとかねこれはもう日数がね思いっきり出てますからあの鳥が死ぬつまりオリックス中島監督が死ぬってことですからね芙美、うん、子だから23の子って書いてねこれ3連勝。 パーリーグ3連勝そして2連続日本一がなくなるという意味に取れますからね死、うんシンデレアでるやすね、うん、こっちは本当に死んだのかなどうなんだろうな、うん、ちょっと分かんないけど分かんないよねこれね、うん、まあ名前がね何とも言えないですよね、うん、まあどっちも どっちも嘘かもしんないけどうーんまあどっちも <laughs> そういう偽装紙が出てるわけねしかしやっぱ日数がね結局日数が合うのが11月4日の方がよく日数が合うんですよねどうフェイクニュースを照らし合わせていくとねとにかく阪神のそのフェイクニュースが多いでしょン阪神に関するフェイクニュースがねたくさんあるんですようん ね、坂の字阪神の反、ね、反対の反の字が出てきたりとかね今年のニュースをあの1月ぐらいからねあの振り返ってみてください、ねうん、あの大きなやつでいいですよ大きなやつ見,、ね、見るとあ印象に残ったやつ見ると大体阪神とこのオリックスの、ねえー、対戦のことを大体。 あの入れ込んでますから、うん、まあそんなところですね最近はなかったかな最近のニュースでなかったかな、うん、あおきあ鳥島近海で、ね、津波警報とかね、まあ、この津っていうのもねいろいろ財津一郎とかねいろいろね絡んでますけど財津一郎あれ兵庫だったかな大阪だったかなどこか分かんないけどうん大阪だったんじゃない で大阪だってそれで日本在日一郎だから1が入ってから日本一の1だからこっちが死んだとね1が死んだねら大阪だったと思うけどそっちだったらオリックスの方がどちらかといえば大阪の京セラドームだったり、ね、京セラって今日は北京だったかなあれね北京, <laughs> 北京ドームかなあれね, <laughs> ね京セラドーム。 うん、これが大阪でしょ体大阪があれなんじゃないのオリックスはねだから財津一郎ね、うん、これがなくなるっていうのは大阪オリックスが負けるってことじゃないの、うんまあ、いろいろねいろんなそういうのが絡みがあると思うけどもちょっと忘れたね誰がなくなったとかね。うん ね、たくさんいたと思うけどメモもなんもないからねうん、うん、あちょっとなんかメモしたのあったなそういえばなちょっとメモしたのがなかったな何があったい,いろんなニュースがあったと思ったけどうん、うん、ちょっと待って。 背番号がそういえばオリックスの監督78っていうのはあれなんだよね阿部ち, <laughs> ちゃんの死んだ日でありあのロックフェラーのシニアの,の誕生日だったりするんだけどこれもねロックフェラーのちょっと去年だったかな生まれてから66 66 6万6666日目っていう日から 今回の11月4日だろうねこれが660日目だったと思うのねうんでも6ってのは六甲おろしの6だったりするしねしかしねオリックスにも関係してたんだよな確かなロックフェラーあ78だからねどっちにもかかってるのはかかってる生誕はあれだからね 7月8日だからオリックスの監督の中島聡の78番かな確か87かな87か78これに関係してるのねうんで11月5日確か661だったから660じゃなくて661だったからだから多分その日はないのよねうん あと、そうね、秋篠宮の,の過去が関係するね。えっ、ー、と、今度、今度で29歳になるからね。うん、過去はあれなんだよな。阪神・淡路、えー、大震災。これの20日前に生まれてるのよね。これも12月29日だよね。お、ネタニヤフも29日生まれだったかな。あ、12月29日に、 確か就任してるんだよね確かねで過去と同じ日に確か就任してたと思ううんで今度29歳になるからね過去はね秋篠宮家のやけどねだからうんそれの犠牲になる可能性があるわけねオリックスはねうんこれは56日前かな56日前イコールの1か月と26日前だね で8週前だね56って、えー、756だからねで56っていうのはチャールズの大会の式があった日だよね5月6日ねで1ヶ月26 126って令和天皇のあのー、何令和天皇の126代になるしねで8っていうのは岡田の岡田明信の背番号の80の8だからねうん 大谷も29歳か、今。うん、ねまあ、それの犠牲になるでしょう、11月4日ね。で、過去っていうのは、その阪神・淡路大震災の20日前。20日前っていうのはね、2週と六日、6日前に生まれてるのよね。の阪神・淡路っていうのもね、1月17日だから、17が入ってるわけね、117。 で坂本龍一も1月17日生まれでしょで71歳でなく亡くなってたって話でしょ1771とかねそうねそしてさっきのあれってあの24日になるけどまあこれはあれだけどあのプーチンがねウクライナに侵攻開始した日っていうのはえー、と2月24日。 ですかロシア時間現地時間のねこれも24なのねロシアっていうのも西が入ってるし日付も24が入ってるでこれは2024年にも絡んでくる2024年はアメリカあのまずロシアの大統領選挙ね、トランプあどうだろうねうんまあ確かね11月5日は プーチンが生まれ、生まれてからだったかな生まれてじゃないね。生まれてじゃない。なんか4万2000とかなんかいうのが確か絡んでたと思うけど、あれは。4万2000っていうことは、生まれてからなんかな生まれてから。42が絡んでるね。11月5日の方ね、うん。とか、パリオリンピックね。で、このオリンピックのね、 <laughs> 266日えっ、ー、と266日前が11月4日になるのかこれ266っていうのはね今のローマ教皇が第266代目ですからねそれとも関係してるわけね、うん、でバチカンの丘が入って 出る方の阪神の岡田監督が優勝ということでしょうね。うん。揃えてるねこれ、こういうのは揃うようにしてるね。うんで、バチカンの旗の色は黄色だから、ねタイガースが優勝すると。ね266、ローマ教皇、バチカン、黄色、旗。ね、うん でよく黄色、ね上島竜兵でも黄色の服着てたりとか、ね、えいろんなイエローモンキーイエローモンキーってなんかグループがあるそれのがんかでしたみたいな好評とかねあとコンサートをなんか中止するとかそういう話とかね。うんえーっとそうね まあそういういことねパリオリンピックはパリ・オリ・オリオリ,オリンピック・オリ・オリだからねパリは仏の字だからオリは仏オリックスは仏ってことでしょう、ね、仏になりますよ、まあ、つまり負けますよってことだったりするかもしれませんねスペルは違いますよねオリンピックとあのオリックスはねでもまあ日本風に読めばねオリとオリって一緒ですからカタカナでね うん、そして、えー、とこれが大事なのが11月5日これがトランプトランプとバイデンと、うん、まあ選挙でしょアメリカ大統領選挙ね2024年ねこれがあるんですよねだからねちょうど11月5日に選挙があるからちょっと11月5日に決着するかな ととかかかも思っっったんだけどやっぱり、うん、それでちょっと数字が合わななないねなかなかね,、うん、かねパリーグはパレスチナのあれになってしまうからパーだからねよくないかもしれないよね、うん、まあ8にもなるけどねパレスチナってパーってねでセ・リーグはセミティズムあのユダヤ主義っていうのはあるじゃないアンティセミティズムとかセミティズムってあるじゃないね アンティセマタイというかだから SS は19だけどね、うん、まあそういうのが絡んでくるんじゃないかな日大なんていうのもあるねこれ日大っていうのも2位が入ってるね日本の2も危ないんだろうねやっぱね2位だからねうん そんななとこかなあで岸田内閣が今ね、うん、第二次岸田内閣で第二改造やったしね。うん他何があるあこれ大谷がねなんかタイガースとやったりとか。 ね、オリオールズとやったりとかこれってタイガースとやったのはでんタイガースからあそうタイガースとやってる時には調子よかったのよ7月27日と7月28日に3打席連続ホームラン打ってるのねタイガースとやった時にねこれは記録やったんかな3打席連続ホームランっていうのねでオリオールズとやったなんかあの9月4日 うんこの日に怪我してんのよね9月4日にねオリオールズだからなんかオーリーだからオリックスねあんまり良くないんだよねこの日はねでまあこれも日数が絡むと思うよねうんまあそんなとこかなあ8月29日はあ九9月29日っていう日はね 中国との国交正常化の日ですからねで50周年からね50周年が確か去年ぐらいあったと思うけどそれからちょうどね402日目になりますからね4224が出てくるわけですよ日誌が出てくるわけですよねうん。 いいろろなんか何かあったいろいろあったと思うけどねほとんどそういう日本シリーズに関係する話だと思うけどそれからそうよね、あのー、天皇が即位の礼で来たっていうのはあのー、何香炉膳の御坊かご法かっていうのを着てるのよねか、あのー、かなんかね。 うん、だからあれも黄色なのねで今年は4年目だよねこの前4年目になってると思うけど4年と何日かこれが関係してたと思うんだけどねうんあモンタヨシノリは兵庫県だね、うん、神戸市神戸市のべを でっていうのが蜂のヘッド絡んでんだよね青森なの弁当ねこれ糸引いたっていうからさご飯がさそういえばねご飯が糸引いたって言ってたよ <laughs> ご飯の飯はほら阪神の班反対の飯が入ってるでしょ、ね、で粘るわけよね結局だから最初は負けてて後から粘りがちするんだろうねうんと思いましたよ なんかね吉田屋のことばっかり言ってるけどまあそういうことでねえー、ちょっと終わりましょうねまあいろいろね絡んでるんですねいろいろね過去過去過去からいろいろ絡んでですそしてこれまた未来につながるんですよね 38年ぶりの優勝ですからあんまりよくないですよ。であこういうのもありましたね。あのー、今回は59年ぶりっていうのがありましたね。59年ぶり。あのー、関西対決。これ南海と阪神がやってるわけですよ。これ合わせれば何になります南海トラフになるでしょう。南海トラ。 南南海海とトラででフになるわけですよだから南海トラフ、まあ、地震かもしくは南海での南の方での戦争か、ね、あの南沙諸島とかありますから、まあ、南海トラフ、まあ、地震起こせますからねその巨大地震これの方を注意してた方がいいかもしれないですよね近いうちあるかもしれないってメディアが言ってるでしょ。ね まあそれが野球のことなのか実際南海トラフがあるのかちょっと分かんないですけどね、うん、まあこれの阪神の優勝のことなのかもしれないけどそのあとを見てみればいいですよね、うん、今必死に南海トラフのこと言ってますけどこれがこの阪神が優勝した後にどういうふうな、ね、あの伝え方されるかでまたその南海トラフが。 <laughs> どんなもんかっていうのが分かるわけねまあこれもトランプとなんだっけ絡んでるからね、うん、まあそういうことです、えー、とりあえず阪神があ優勝すると11月4日に、えー、そういうことでいいんじゃないでしょうか4勝2敗で優勝するとね <laughs> 岡田監督が優勝するという予想です、ねえー、予想ですから外れるかもしれませんということで 終わりたいと思いますそれではまた